はいどうも、パラプンテ、Jリーグサッカーチャンネルということで、今回復活の伊藤ということで、よかったね、ゲーム展開でございました。まあ最後はちょっとヒヤヒヤする、ゲーム展開にもなりましたけどもね、なんとか西川選手600試合、達成というところで、まあ本当いろんな意味でね、よかったね、おめでとうっちゅうゲーム展開で、ございました。まあこれで上位追走と。ね、今年、まあ今日広島がね、敗れましたんで、上位ね、セレッソもそこが敗れたんで、本当上位がね、わけわからんことにおそらくいいなっているんじゃなかろうかというところで、まあ最後の方にね、最新の順位表を見ながらアーダコーダー行っていこうと思ってますんで、よろしくお願いいたしますと、いうこととさ、明日ですけどもね、まあ今年恒例となっておりますサブチャンネルの方での選手採点ですねの、方も、明日やっていきますんで、よかったら動画概要欄にある、裏手専門チャンネルの方もよろしくお願いいたしますと。まあちょっとね、サブチャンネルのね、裏は専門チャンネルの方もチャンネル登録者数があと少しで1000人というところまで、来ておりますんでね、本当よかったら皆さんね、よろしくお願いいたしますと、いうところで、こちら試合結果、2対1浦和勝利という結果となりました。いやーよかったねっちゅうゲーム展開でした。本当勝ってよかったねっちゅうところにもなってきますが、ACL、ね、横浜 F マリノスは ACL 決勝を見据えた、このメンバー構成でございました。ちょうど1年前ですね、高橋ジョージよろしく、本当ね、ちょうど1年前ですけどね、いやもうあれから1年か、ACL ね、浦レッズが去年、制したアジア王者になった浦レッズ1年前、いやーね、あの時は本当現地観戦して、ね、夜勤明けで一生懸命、ね、サイスタの方に、九州、佐賀、鳥栖からね、行きました。で、歓喜の瞬間を味わった1年前になりますけども、1年前か。ねえ、早いなっていう感じがします。まあねえ、やっぱ F マイナスをね、J リーグサポーターとして応援するかどうかみたいな、なんかね、論争がありましたけれども、あくまで個人的な話ですね。これあくまで個人的な話ですけどもね、まあ本当ね、J リーグの価値を高めるためにもマイナスにはね、頑張ってほしいっていうのは頑張ってほしい上から目線かな。中個人的な、ね、思いもあります。まあ、やっぱりこうマイナスにね、優勝賞金、何億円とかね、でね、これもだからマイナスもクラブワールドカップ新しいやつねに出れば裏と同じ80億円ぐらい入るんでね、まあライバルになりますんで、ライバルがそんな資金得ていいのかっていうね、気持ちがね、気持ちを持つ人の気持ちを非常に分かるんです。これはね、ライバルがやっぱ80億円手にするのはちょっとね、なかなかにちゅうところにもなってきますんで、複雑な気持ちはあるんですけれども、あくまで個人的な気持ちとしては、まあやっぱり、J リーグ代表してね、頑張ってきてほしいな、まあね、カップをかけてほしいなっていうのはちょっとね、正直な気持ちはありますんで、いや本当そこはね、頑張ってちょうだいというところでしょうかね。まあ本当いろんな意見があって僕はいいと思うんですけどね、まあ本当ね、周りの8億円取ったら嫌だなっていうのもありますけどもね、というところで、まあマリノスは ACL 見せたマリノスとメンバー構成というところで、今本当注目の若手というかね、19歳20歳になったかな、塩貝選手ですね。まあ慶応大学の、選手というところですね。もうプロ初ゴールも決めてる選手で、ちょっとこの選手はね、嫌な雰囲気持っていて、なんか昔のね、まあ経歴的にもそうかもしれませんけど、なんか、武藤よっちさんをなんかね、まあ、彷彿とさせるね、うまさがあるなっていうのは感じるところにはなります。まあ、塩貝選手、あんまりこう仕事させませんでした。1本シュートがあったかなっていうのはね、ありますけど、まあ、非常に良かったというところですね。で、やっぱ井上健太はね、左よりも右だよなっていうのは、なんか大分時代、トリニタ時代からね、井上は左よりも右かなっていうのあったんで、まあ、どんだけ左でやるかと思っていたんですけども、なかなか厳しかったかなっていうのは、やっぱり。ありますんで、ただクロスチャンスとかね、それとか、まあ、推進力でいうと水沼選手の、まあ、なんていうか水沼選手の後継者に将来的には、なれる選手と思ってますんで、そこはちょっとね、頑張ってほしい。大分時代はね、まあ、J1 でいう水沼選手みたいな成績を J2 時代に残した井上選手なんで、まあ、今後どんな成長を見せるかというところでしょう。で、裏っつ安井から大久保へチェンジと、まあ、前回フロンターレ戦に関しては僕はね、ハイライトしか見れておりません。ちょっとね、新婚旅行の方で大阪の方まで昨日まで行っておりましたんで、全く見ることができていなかったんですけども、で大久保選手、まあ、前回ゴール決めている大久保選手でしたね。で
試合内容ですけども、まあ、前半ね1本大きく外しました伊藤選手ね、目の前に転がってきた、あれせめてキーパーに当てるとか枠に飛ばしてほしかったなっていうのあったんで、あの時はねやっぱまだ伊藤はね、まあ、なんか悩みながらプレーしてるのかなっていう外し方だったんでね、ちょっと大丈夫かっていうね雰囲気で見ていたんですけども、ただ、見せてくれましたね復活のゴール。まあルヴァンカップですよ、これよく言い間違えそうなんですが、ルヴァンカップでゴール決めた、伊藤敦樹ですけどもね、あそこでも良かったですね、少ないタッチで、前向きに選手を作りながらみんなでゴールに向かってプレーをしていったんで、あれゴールキーパーとかディフェンダーからしたら、ね、赤い大群がこうゴールに向かってね押し寄せてくるみたいなね、ヌーの大群みたいな感じに見えたかもしれませんけども、そこでまあ中島が一発通してくれましたね。で伊藤選手の、ボールの置きどころ良かった、あそこでゴール決めたんで、まあ、あそこはでも多くの選手がね少ないタッチでボール運んだっていうのはありますし、まあ、非常に良かったんじゃないかっていうゴールシーン。いやーね、南ゴール裏にねこう叫び上げた伊藤敦樹でね、でね正直ねこれで、ね、北ゴール裏に向かって雄たけび叫んでほしいなって前半ね本当にこれ思ったんですね。前半ね決めた後に今度はじゃあ北ゴールで見せてくれって思ったら本当に決めてくれましたね。まあ、ね後半決めてくるというところですけども、ただマイナスからするとやっぱ前半特に自分たちの形をなかなか作れず、前半のシュートの本数とか、まあ、いろんな数字見るとやっぱマイナスが苦しんでるなっていうのはね感じた前半で、だからまあ浦和レッズからしたら、まあアンデルソン・ロペスもいないし、まあエウベルとかレギュラークラスの選手が、エウベルがあれか、ヤン・マテウスとか、マテウス選手とか、まあレギュラークラスの選手がベンチスタートとかベンチ外とかの、状況だったんで、まあ逆にね本当完全体の、まあ、万全なマイナスではなかったかもしれませんけれども、ただ、逆にそういうゲームで勝つことの方が僕は大事と思ってます。まあ正直試合開始前からマイナスは多分ねメンバーを、落とすんじゃないかと、は予想されていたんで、逆にねこの試合落としたら相当やべえんじゃないかっていうのはね、いつのマイナスにじゃあ勝つんだみたいな話にはなりますんでね、まあだからこそねメンバー落としたんで、いやいや、まあ、完全体のマイナスじゃないからね、ね勝ってもねじゃなくて、しっかりそこは前向きに考えていきましょうというのがちょっと個人的なね、気持ちには、なってきますね。ただ後半の最初のはマイナスペースで、進んでいてちょっと危ねえなっていうのは何回かあったんですけども、ただ最後のところはしっかり、守ってくれて、でやっぱいい時間帯がねあったからこそ、悪い時間を乗り越えたからこその、伊藤敦樹選手のゴールシーンだったんじゃないか。あそこも大久保選手が少しね、相手に影響を与えてますよね。ちょっとチラチラとね多分大久保が他のマリノスの選手からしたら気になったんじゃないかっていうのもありますし、あれは伊藤敦樹ねもうコースが完璧でしたしね、ボール軌道も良かったというところで決勝点になりました。まあよかったね、ほんとさっき言った北ゴール裏に向かってねやったぞっていうところを見せてくれたんで、なんかねやっぱ思うとこあります。多分僕よりもね現地にいたサポーターの方とかの方がこのゴールっていうのは2ゴールはね思うところがあったんじゃないかというところですけども、まあ本当ね明日の伊藤に何点、明日のねサブチャンネルであげる、選手評価動画で伊藤敦樹には何点あげようかっていう感じもねしますけどもね。ただ本当素晴らしい決勝ゴールになったというところですね。で、マリノスのね、ゴールもね、美しかったですね、らしいゴールというか、まあ、加藤、藤井、上中っていうところですよね。まあ、僕もね、J2 とか地元ビファーレン長崎をね、応援してる人間には、なってきます。まあ、ビファーレン長崎 J2 ですけどもね、地元のクラブなんでね、地元枠として、ビファーレン長崎を応援しております。ってところで上中とね、加藤、藤井に関しては、ルーキーやからね、見てるんです、僕はね、もうね。マイクマとかもそうですけども、こういうね、長崎出身の選手が J1 で活躍するっていうのはね、まあ今日じゃなかったら特に喜んでいたのかもし、れませんけどもね。ただねやっぱそこね、まあ、本当ね浦和とガンバがずっともとか言われますけど、加藤、藤井と上中朝日に関してもこれねプロになる前ですね、プロ入り前 JFA アカデミー福島からねずっとやってますんで、プロ入りする前からね上中と加藤、藤井はねずっとずっと一緒にやってずっとの中にはなってきます。まあ2人で日本代表世代別の代表に呼ばれたことも何回もありますしね。で JFA福島アカデミー福島、で活躍してビファーレ長崎同じクラブに入って、で上中加藤藤井は今マリノスでねプレーをしておりますんで、本当ずっとものねコンビ、まあ加藤藤井のね左足、本当悪魔の左足を彼はね持っていますん
で、まあね、彼は年に1回か2回はああいう美しいゴールとかね、すんごいゴールを決める、本当ね、悪魔の左足持ってますんでね、そこで決めて、まあね、今日決めるかっていう感じもねしましたけどもね。しかしまあなんとかね逃げ切りましたね。ちょっとアディショナルタイムが長くてねヒヤヒヤしましたけどもね、ちゅうところでなんとか連敗、そしてホーム連勝かなって、っていうところでございまして、でそんじゃあ最後順位表を見ていきましょうかね。こちらでところで、これが、暫定ですね。マリノスがねゲーム数少ないんで、暫定も暫定の順位表にはなってきますけどもね、一応こんな感じというところでございます。さあどうこっから上がっていくか、まあ、さっきも言ったんですけどもね、上位がちょっとね詰まってますんでね、上位がとかあんまりやっぱ勝ちきれていない。セレッソもねなんか一回負けてから調子を落としてますし、広島もねとうとう初黒星が、つくというところで、そういうね上がのらりくらりしてる間にね、他のクラブが上がって、まあ、ヴィッセル神戸が、ちょっと上がり気味であったとか、 FC 東京がとかね、まあゼルビアは走ってますし、グランパスがみたいな。グランパスは久しぶりの多分アウェーゲームの勝利で、アウェーゲームしかアウェー広島での勝利じゃないかというところですけど、裏でも一桁順位まで上がってきたんで、9位ですよ、9位で。いつもガンバが上にいるっちゅう、なんかね、気にはなりますけどもね、ガンバが上がれば裏も上に行くみたいな。ベルディ気づけば10位か、すげえなね。ね、マリノスがまだね、ゲーム数少ないですけども、一応こんな感じというところです。勝ち点17、首位との差は8ポイントで変わりませんね。8ポイント変わんないんですけども、ビッセルとか2位クラブとの差6ポイント差には、なりますし、まあゼルビアもね、まあちょっと最近連勝できていないんで、どっかで少し落ちてくんじゃねえかと期待はねしております。ただまあ他力本願はね よろしくないんで、まあ、自分たち次第というところでございまして、本当気づけばね、あんだけ上にいた広島セレッソとの差が2ポイント差まで縮まってますね。まあそういうところでございまして、今後どうなるかっていうところでございましょうかね。はい、というところで以上でございます。以上パラブンテージェルサッカーチャンネルございました。よかったチャナマッソの